はい、どうも、ゼロゲンと申します。ペーパーマリオ折り紙キング続きをやっていきたいと思います。前回はね、デクじいさんをギンギンにして、その後でございます。はい、行きましょう。ペーパーマリオはいいですね。ロードが早くてすぐにゲームが始められてすごく良きです。ほらーほらーほらー、ん何してんだこの子。草に何か刺さってますわ。草生えるね。あのお顔、なんだか気味が悪いですわ。オリビアちゃんすごくディスってくるね。キノピオです。え、あなたがキノピオさん？なんか思ってたのと違いますわ。まるでおられたみたいなお顔ですし。おられてるんですよ、助けてください。おられたんだ。あ、確かに。おい、おお、あ、出られました。引っ張るしかないんじゃないの、そんなの。ハンマー叩くの？はいはいはい。あ、伸ばすの、ハンマーで。力技だね。キノピオさん、あんなにおられちゃって一体どうしたの？そうなんです、大変なんです。折り紙のやつらがやってきて、キノピオというキノピオを折ったり叩いたり丸めたり片っ端からめちゃくちゃに。なんかキノピオにさ、あのオリだっけ、恨みがあったみたいだから、お前らなんかしたんちゃうの？キノピオいじめです。キノピオに人権を、キノピオに自由を。おお、なんか危ない思想を持ってんなあいつ。きっと兄上の仕業ですわ。お、なんか知ってんの？キノピオ？うわ、ワイの長押しで助けたキノピオたちが応援に駆けつけます。おお、あー、バトルの時、周りの観客席空いてたの、そういうことだったのか。お前ふざけんなよ。コインがかかりますじゃねえよ。そこは全員で応援に来いや。意外とちゃっかりしてますわね。もうああいうことをするからあんま助けたくないな。何したんだろう、キノピオ。オリー君に。結局、今回の事件の元凶はキノピオだったっていうオチにならない？よいしょ。お、テントだ。ゆるキャンしよう。ゆるキャン面白いよね。誰もいねえ。あ、クリボー君いるやん。お、先制攻撃できた？おい、いね。あら、まあ、いっぱいいますわね。はい。あ、2回できるやん。弱い敵だって煽ってるぞ。キノピオが。はいよー、やったか、やったか。やめろ、フラグになるから。ハンマー、はい。なんかハンマーのタイミングがいまいちわからんな。よし、オッケー。あ、コイン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 。1コインに泣くものは、1コインを笑うものは1コインに泣くだよ。おお、なんだ。あわわわわわってなる。あわわわわわわって。細かいね。下に降りれるわけじゃないんだね。ほい。ほい。ほい。もっと？よし。ほい。ほい。ほい。お、1000コインゲッチュー。紙っぺらちょこちょこ集めておかないと。
ダメやね、ちょこちょこ使う。何ドレミファ。ドラミ、ドレミファ、なんでドレミファソラシドーモ。ああ、はい、どうも。お、ベンチ。あ、座れる。あ、あ、かわいい。ちゃんとマリオさん、横に避けてくれるの、いいね。はあ、ちょっと休憩。いいな、これサムネ候補やな。あ、マリオさんも元気になりました？よかった。もう、マリオさんだけは頼りですわ。マリオさんがどんどんいろんなキャラクターと浮気してる。今なんかいたな。お、またクリボ君いるやん。よし、やるー。うわ、立て、いい、めんどくさ。リング操作2回。はい。お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 いよ。そのうちここ全部キノピオでいっぱいになったりするんかな。それはそれでめんどくせえな。おい。おい。おいしょ。はいよー。オッケー。まあ序盤はね。まだまだ、そう、まだまだ序盤なんだよな。引っ張る？あ、なんかいる、なんかいるやん。ちょっと待ってね。あいよ。お前らのんきか。ピーチ城がどうなったか知らんのか。あ、足らんの。よし、だこの辺にもいたな、さっき。いつの日か燃やされたい薪だもの。やべえ、薪としてのプライドが高すぎる。引っ張る。どこ刺さってんの。折り曲がっとる。キャンプに来ただけなのに斧にされちゃうなんて。 Oh no。 で、なんだ、火あるよ。ファイヤーフラワー使えばいいんでしょ。あ、使えんの、これファイヤーフラワー使えるんかね。あ、使えない。ああ、そう、あ、使えないや。ファイヤーフラワー使えばいいんじゃないの。調べる。おお、気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪いよ、君たち。お、なんだ？あ、セミだ。動物の森は始まりそう。お、どういうこと？今の時間を大切に生きることにします。急に深いこと言い出した。セミに、あ、そうか。つまり一枚の紙からセミに変えられたってことか。あ、こんなとこクリボーいるやん。これ火つけれないんかな。まだ無理なのかな。ほい。おお、リング操作2回。よし。お、客増えてるね。オッケー。そこだー！やっちゃえ！よし！ドガーン！ヒューヒュー！雑魚戦ちょっと多いな。よいしょ。ん？
どういった？あ、いたいたいた。引っ張りと思ったらまさかの叩き。いや、さすがマリオさん。こいつらのんきやな。わ、こんなところにいる。おい、オッケー。喋る友達が誰もいなくて楽しかったです。友達から X でヒントを聞けるんですが、羨ましいです。リアルの俺に友達はいねえ。お、家が喋った。うわー、もうなんかこのいろんなと、おお、それは気づかんかったそれは気づかんぜ。おいしょ、おいしょ、オッケー。お、デクの山全部埋めたってこと？すげえ。あ、ああやって出るんだね。お、ここなんかありそうやない？ほら、あった。おお、わかりやすいね。いいよ、お前らどんなとこにいんだ。お、まだちょっと折り曲がってるけど。あ、戻ってるやん。あ、なるほどさ、先にキノピオくんを助けて隠しブロックを見つける流れだったのね。ごめんね。なんかこれ、なんかどっか柵倒れたりしねえかな。一箇所だけ。あ、そんなことないか。あの火をつける薪のところがちょっと気になるけど、まだダメなのかな。うーわー、なね、何これ、なんでよ、なんなのこれ。キノピオズバーベキューガーデン、薪に天然木 100% 使用。あいつら全員喋ってるけど、それはいいの？うわ、なんかここ怖いな。なんか、そこはかとない闇を感じる。あ、キノピオタウン、あ、戻ってきたかな、これで。セーブチュー。おキノピオタウン。お、まだか。音楽がない。お、え、なんかすげえ積まれてない？何が積まれてんのそれ。ん？ペラペラ発見！ペラペラ捕まえろ！うお、クリボーがいっぱい捕まっとる。捕まっとるというか、重ねられとる。弱い敵だ。煽るんじゃねえ。これすげえ離れてんな。うん、これ軸が違うぞ。そうね、私目が回る。どういうこと？待ってました、頑張って。別のやり方？スライドですわ。あー、列を縦に。あ、縦とかにできるんや。はい。あー、なるほどなるほど。これ敵かわいそうやな。なんか好き勝手人形崩されてるってわけやろこれ。はい、スライドさせる。上下。あ、そっち側に行くの？あ、そういうこと？あ、そういうことね。なるほど。これでもいいってことね。ナイスドライブ。ナイスドライブ。いつものように。はい。おい、おい、おい、おいよー。な、結構あるんやね。いろいろと。あ、ラストウェーブ。さあ、今度は？同じことだね。お任せ。これでしょ。ほいほいほい、はい、そう。オッケー。
金めっちゃもらえるけど、めっちゃ使うんやろなってことは。お、助かった。あいつら俺たちを捕まえてどっかへさらおうとしたんだ。あれ本当にクリボー？なんかやたらとカクカク、カクカクだったな。カクカク。マリオに助けてもらうなんてクッパ軍団としてはちょっと情けないけど、大丈夫、そのクッパもマリオに助けられてるから、お互い助け合っていこうな。おいみんな、カクカクカクがいたら危ないから、みんなまとまって帰ろうぜ。帰るんだ。おお、整列アクション。もうすでになってるけどね、折り紙兵だらけに。なんで折り紙を悪にしようとしたんだろうな、任天堂は。あ、白見えるやん。ほい、よし、これ手前いけるんちゃうん。あ、いけん。よしよしよし。おお、戻ってきた。なんかでっけえクリボーいたけど、急にホラー展開。よいしょ、100コイン。でっけえクリボーいたけど、よし、よいしょ。さあ、ついにオープニングの場所まで戻ってきましたけども、ん？これさ、あれ？マリオたちさ、こっから入っていったよね、カートで。どっから来たの？マリオたち。こっちカートで登れないしね。そ、なんやろ、あ、気づいちゃいかんことだったのかな。それ気づいちゃダメなことな気がする。行きましょう。おお、戻ってきました。ルイジ君はどこでしょう。あら、誰もいないみたい。あ、マリオさん、あそこにもスカスカが。もしかして兄上はすでに、まあそれはしてるでしょうね。ね、え、目の前おるがな。いい、お家に入れなくて困ってるのかしら。食べてる。そのねぶた祭りとかの、うわ、この食いしん坊。いや、そういう問題ちゃうやろ。なんで兄上印のマーク。あー、兄上どういう力持ってんの。なるほど。え、奥にもいるやん。お、お、あ、いて、うぃー、あ、こういうこと？こういうことね。おい、いて、よし、おお、やりましたわ。あ、こういうアクションもあるのね。そうやで。ルイージ助けな。うん、もうすでに見えてるけどね。よしよし、あ、こういうことになるのね。とりあえずセーブしましょう。ほい、ここ店開いてんの？バトル研究所、バトケンや。あかんやつや、くそ。あ、まだたん。おお、ベンチ、これも座れる。おお、あ、なるほど。サウンにハリボテがいるとなんだか気分が落ち着きませんわ。まあそりゃそうだよな。宿屋とかがない分、ああいうベンチとかで回復できるんだ。なるほど。あ、
ショップだ。あかんのかい。あかんのかい。うわ、ここにもいる。ここのなんか風太くんがいそうな博物館は、あ、ここ開くんだ。ここは開くんだね。おお、スーパーマリン号、古代の潜水艇。あれ、なんかこれ見たことあるんだ。なんだこれ、なんだっけ、なんか見たことある気がする。ん、これはアートギャラリー。おお、あかんやつや。折り紙キノピオギャラリー。おお、あかね。お宝ギャラリー。あかね。全部閉まってる。折り紙キャラクターギャラリー。あかん、あかんやんけ。あ、ここ音楽っぽい。サウンドギャラリー。結構やり込み要素っぽいのもいっぱいあるのかな。これは世界の土管像、ドナテルピオ作の土管像、世界に通じる歴史的大傑作。すげえ、そりゃは。だからとりあえずまずこの町を取り返さないといろいろと機能しないってことかな。だからあのハリボテとも全員ぶっ倒せばいいのかな。入れる、入れるんだ。そんなことあるの？下がってんのか。あ、そこにも土管あるやん。ほい。ほい。おお、ほい。ほい。いた。ほい。ほい。いた。ほい。ほい。ほいよ。ハートを出せ、こら、この野郎。あ、いた。開くんだ。ここは港。しばらく留守にします。そのうち海の向こうとか行くんやろな、きっと。修復修復。ここ土管あるね。ちょっとハリボテどもをぶっ倒しましょう。まずは。よし。ん、な、この裏とかいけるんちゃう？お、いけた。お、街の探索楽しいね。あ、トロップの兄貴。今ちょっといいもの作ってんな。まだ後で来てみなよ。なんか作ってんだ。おお。な、後ろの景色がすげえ風のタクトで見たことある。ああいう感じの。ん？これは？お。見晴らし山に向かったゴンドラが戻ってこない。な、トラブルでもあったのだろうか。あ、ここゴンドラ。ああ、なるほどね。山にも行くのね、きっと。セーブ。おお、よいしょ。さあ来い。いて、これ触っちゃダメになっちゃうんだね。よし、 OK。 あ、なんかコーヒーショップがある。あ、誰かいるやん。静かにしろ。俺は天じゃない。おっかない奴らから隠れているだけだ。誰？ドリンクがあるからそれ売ってやっていいぞ。お前、ここの店員じゃねえんだろ？勝手に売っていいんかい？走る速さが遅くなる。早く乗る方がいいでしょ。ああ、そういうこと。おお、早い。サラマンダーよりずっと早い。それはいいね。これはいいね。とりあえずハリボテどもぶっ倒さないといけないわけやな。よいしょ。あの、この裏にもいるやん。これ開かんのか。あ、開くやん。
開くんかい。開くんかいな。このぐらい痛んちゃう。おお。お、何？デクの山のスピーカー。スピーカーのフィギュアとかあんだ。ナンバー 5？ あ、俺なんかだいぶ飛ばしてる。俺多分ナンバー2まではなんか続け玉に取ってた気がするけど。あ、3つぐらい取りの、2つぐらい取り逃してんのかな。ここは？あ、開いた。キノピオタウンが大変なことになった。私は家を捨てて逃げることにする。フィーチ姫はご無事だろうか。おう！へそくりゲッチュー！すまんね。冒険の役に立つから許してくれ。うん。割と探索できるね。まあ、家の中も。お、ここは何じゃい？お、ハテナブロック。ほい。お金はいっぱい手に入るんだけどな。嬉しい！楽しい！超便利！アクセサリー！おぉ、あかんやつや。な、そういう武器とか装備とかそういうのは全然、あれやな。そういうお店全然開いてませんわね。お、お？あ、なんかは、お、剥がれる！うぅいやー！よし。紙っぺら入りまーす。おおーお、どこ、あ、そこ、あ、そこに通じるのね。なるほど。一番右から一番左に来たような感じやな。じゃあ、あのオレンジ色の土管って何やろ。他の町とつながってるとかそういう感じなのかな。うわ、食べてるな。食べてますね。あーん、ここにいるよ。ん、兵法か、兵法ちゃんか、あれ、助けて。まあ待て、まあ待ちなさい。こっちにもいるから。まず、うおほ急に来やがったな、こいつ。これもうリーチが短いんだな、このハンマー。よいしょ、よし。あ、これ左の、右の方か。なんかある。これどうやっていくんだろう。この家の中から行けんのかな。ん？ん？早く当日にならないかな。お、おお、お前ら、そんな、そんな狭いところにみんな入らなくても。あ、ハートありがとう。ちょうど減ってたんだ。クリボーまでもう完全にマリオさんに頼ってますね。クッパどこ行ったんやろ。なんとか戻ろうとしてんのかな、元の姿に。あの宝箱どうやって取れるんだろうな。右側からかな。うん、わかったわかった。先に助けるよ、じゃあ。こっから行けないんだよね。扉が。よし。まあ、待ちなさい。でも折り紙兵ってあれやな。え？あかんやつや。え？どうすんのこれ。そこの窓開いてるからいけるんちゃうの。折り紙兵とかみんな火つけたら一発で倒せるんちゃうの。ほっ。
あかんやつや。どうしよう。あいつが多分塞いでるんやな、入り口を。なんかこっちにおびき寄せればいいんやけど。おお、ラッキー。え、あれどうすればいいんだろう。うん、でも中からちゃうのかね。でも言うて、俺ここの引き出しが開いて、なんか階段状になってあの上に行けると思ってたんだけど、そういうことじゃないのかな。あ、動くやん、動くやん。あ、ハンマーで叩くの。あ、そう、そういうこと。ほら、よし、こういうことや。よいしょ、ふん、よし、来い。もう一息、ほい。平方ちゃん、何してんの。おう、大丈夫か。ふう、興奮したの。そういう性欲の持ち主なんや。よし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 。クッパを助けた兵法ちゃんとは違うんだね。兵法は味方なんやな。